やっぱりために多少なるでしょ、私の。いや、本当にもう本当小森さんは雑学と。いや、言えないけど、いらんことしてるだけ、はい。あれはどう、はい、3ヶ月ぐらい前か。はい。喫茶店行って。ちょうど終わって、はい、で、イベントがあるから、うん、あれ家に帰るには、もっと前ちゃいます、あれ。元前か。はい、家に帰るには、いや、変な時間なんで。あ、ありましたですね。で、はい、こう南でね、はい、一時イベント、はい、時間潰したいんですが、はいはい、で、こっちにしてもすぐ帰るのもあれやしな、はい、ちょうどウィンウィンの関係なんですよ。ほんで、私、喋りやから、喫茶店入って、はいはい、時計置いとくから、はい、時間がで、はい、もう言うたら忘れてまうから、はい、エンドなしに、時間です、行きますって言えよ、言いながら。もうおしゃべり独演会でしょ。うん、じゃあ、あの時も、本当にすごかったですもん、はい、映画やないけど、はい、俺多分なんや宇宙の話だと思う。今度は宇宙の話。いや俺その記憶しかない。冥王星の話。ちょっとそんなストック。さあ太陽系で冥王星は、はい、今15年前に核落ちして準惑星だった。あ、はい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 、はい、うん、ドッテン海で終わりやった。あ、はい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 、はい、でメインね。あ、メイン。うん。で英語表記で冥王星はプルトやと。プルト、うん、プルトニウムのプルト、プルト、はい、うん、というような話したらしました、そんな話。いや、してるよ。ほんならマンゴージュース飲みながらマンゴージュース飲んどったんかい。めちゃめちゃ覚えてますね。覚えてる。いや、その記憶しかないもんな。外装がこう、乗せ上手やからすごいっすね、ロマンスねとか、なんか見ますわみたいな言うから、はい、見た。何を見るの冥王星。何を見るの冥王星を見るの。ドキュメンタリー。興味持ちました。いや、冥王星自身にだから、そのドッテン海名までが太陽系や思ってます。でも15年前やで。全然覚えてない。全然覚えてない。で、あれが学術のね、話して、興味のないことに見ますわとか言うから来ないなんで、ね、いや、すごい乗るから結構それはディスカバリーチャンネルみたいなことですか。まあ、それもあるし、ああ、もろもろ俺の知ったか聞きかじった話を、はい、適当にその時間潰さなあかん思って。でも、もう壁当てのもう、ブルペンキャッチャー、音さしてくれるからね。すごいっすね、うわ、見ますわ、興味ありますねとか言った。また一つ宿題が。もうブルペンで肩言わしてもだから。タイトル覚えてあります、プルト。いや、違う、その映画とかじゃなしに、冥王星自体の話をしたい、準惑星や。どこで冥王星見たらいいんですか、僕。それ、なんかいろいろ資料調べるとか。ボミ的にいろんな俺話してるはずやで。すいません、興味ないです。いや、むちゃくちゃワクワクしながらやので、ちょうどええ時間になったから、兄さんに話聞かせてもらいました。ほんなこの後トークイベント行ってきますわ言って、わーって行ったから、はい、俺もええことしてんなとか、はい、いや今日すごい多分興味ある話やされたんだと思って。興味なかった。いや、目が輝いてたよ。今はあんま興味ないですけど、いや、それはさぞかしい、それは なんかな手を貸しながら、今まであの時は興味ありましたよみたいなこと言うてるから覚えてへんやろ。ほんまに覚えてないっすか。いや、ほんま。いや、俺全部英語なんかマーキュリーから全部説明していって。水星がマーキュリーで。僕ですか、それ。いや、絶対大事やで。マンゴージュース飲みながら。マンゴージュースか、僕の。うん、この前その喫茶店が潰れたけど。いや、小鳥さんね、ビンゴゲームの話とかやったらすごい興味ありますけど。あ、ビンゴゲーム、そんな話もしたい。それはしたい。パチンコ屋さんのね、そういうのとかも。じゃあ、ビンゴのいろいろね、はいはい、お仕事頼んだ時期やったから、はい、時間さえ言ってくれたら俺はもうそこにきっちり合わせてビンゴゲームかビンゴは、なぜすごい、はい、あれ発明したやつはもう、はい、ノーベル賞もんやみたいな話をねしたことあるね、過去に。5分でやってねえたら5分でもできるし、はい、引っ張られたら1時間でも引っ張れるしとか。それは小鳥さんのやっぱ技術だと思いますよ。え、それはビンゴゲームの仕組みですかじゃないでしょ。小森さんがすごいんでしょ、その回しは。いや、それ、回しじゃない、それはもう雰囲気や。いや、ゆっくり喋ったり。雰囲気で5分で収めてます。ビンゴゲームなんかは、はい、5分で終わらせようと思ったら、はい、まあ、それこそ1人当てたら終わりやったら、うん、まあ、そうか、はい、で、こう、商品がいろいろあるときに、そう最後のびっくりするぐらい、もうこんなもんビンゴで当てんのっていうぐらいの話。あ、皆さんテンション低くなるし、ね、いや、で、それが最後1個だけ残ってしまって、はい、ね、もう一個引いた瞬間にびっくりするぐらい出てくる時あるやん、うん、そこでビンゴが、はい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 、ザーって並んできてね、そう時間がかかるやん。だから俺ようやったんが、はい、まとめて、はい、なら5球まとめて出しましょうとかいうパターン。あ、なるほど。いや、それは昔通天閣歌謡劇場で、はい、司会をね、松竹の太田さんと同時に仕事頼まれて、毎年押すねんと、はい、ね、それで、小野さん覚えてますもん、来てはった。あ、いや、もうな、裏方やってくれてたからな、はいはいはい、時に、はい、なんかお前頼むぞ言われて、はい、やりながら一人一人、あ、美空ひばりさんの曲思い出はとか絡まなあかん、これは時間かかるなぁ思って、
で、もうそこでそのビンゴと、はい、あの言うたらね、そこを関連付けてやな、はい、まとめよう、はいはい、時間がな、あの時に30分、40分押してきた時に、そに俺の指示に従え、大人の仕方も文句言うなとか言って、あ、分かりました、言って、だやとねねさん4曲続けてどうぞ4人まとめてズーム歌わせて1人ずつ聴いていって、で時間戻ってきて、ほ、うんで調子乗ってな、見てみよ、ほらちゃうやろ、言いながらで8曲続けてどうぞって、さすがにその支配に飛んできて、お前絶対あかん、バレる絶対バレるものすごいこうパックにしてな、カラオケ大会のね、司会だったんですけど、そうそうそう、プロもおるし、はい、まあ、素人もおるし、はい、とか、いや、ほんで固まるんですよ、やっぱ流行やから、うん、8曲続けて孫みたいなのありましたもんね、全部孫みたいな、何台行くねんみたいな8曲続ける中にプロは混ざってへんねん、いやいや、そう、うん、まあそれはプロはプロのコーナーあんねやけど、だみんなお金払って出てるんで、そこで、うん、ね、ほんでさ、うん、あのワンコーラスが短い曲と長い曲があって、あ、セリフ、あれめっちゃ揉めるんですよ、うん、私あんだけだみたいな、あれで一番払ってるよ私みたいな、さあ、客、あの出演者じゃなくてお客さん感覚やから、はいはい、そこは魚で専用にね、あの行かなあかん、難しいから俵干し現場ですから、あんな長いことなんですけど、三谷春夫さんの小泉さん歌ってんねみたいなねありますもんね、なんか声優書いてねああいう時はな、はい、ああいうことを教えてたら、あの照明さんに言って安定にしてもんで、あ、ふわーっと、いやいや、ドンとね、あ、停電や言って停電はわかんや、強引に強制終了ね、もうパソコンと一緒、強制終了されるこれは興味ある話なんですよ、うん、でも次会った時にその話したかどうかまた覚えてるんじゃん、いや、それは大丈夫です、いろんな大丈夫だと思います、まあ、いろいろね、はい、また興味あったらいろいろと、ちょっと冥王星見ときます、冥王星プルトですんで、はい。